今私はインドネシアジャカルタスカルノハット国際空港に着きました。でここから今からねホテルに向かうんですが、グラブでね今車探してるんですけど、なかなか捕まらなくて、この空港タクシーね今使おうか迷っております。多分ねグラブ入ってこれないんだよな、この中にきっと。だからこの空港タクシーを非常に推してるというか、これ使ってくれみたいな感じなんで、ぼったくりがあるかどうかわかんないんだよな。まあぼったくられても大した金額ではないと思いますが、ホテルまで30キロくらいあるんですよね、町の中心の方なんですけど、まあここはみんな使ってるのでタクシー使えますか。一応安全性が高いと言われているブルーバードタクシーというやつがありまして、これがメーター制のタクシーなんで安心して多分乗れるやつだと思います。でね、グラブで見たら20万ルピアくらいだったんで、まあ、その前後で行ければいいかなっていう感じですね。運転手さんは若いお兄ちゃんですごい気さくな感じですけど、今のところは。1時間半ぐらいかかりました。30キロぐらいしか空港から離れてないんですけどね、タクシードライバーのお兄ちゃん頑張ってくれました。かなり飛ばしてましたけどね。いやもう本当に今日1日これで終わってしまいますね。で今この、ね、後ろに見えてるホテル何かと言いますと、まあ、マリオット系列のアロフトホテルでございます。これ、ね、めちゃくちゃ安かったんで今回取りました。なんと1泊4800円。もうジャカルタ、まあ、特にインドネシアね今かなりマリオットホテル激安だという、ちょうどその時に私滞在しておりまして、2泊するんですけども、2泊で1万円ちょっとですね、まあ、税金とか入れたら1万円超えたんでそれぐらいですかね。めちゃくちゃ お得だと思います。修行する時にもねいいんじゃないですか。私修行やってないんですけど、まあ、ジャカルタにはアロフトホテル2つあるみたいで、これが街の中心部にある方のアロフトで、もう1個は東ジャカルタ市、そちらにもあるみたいですね。とりあえず今からチェックインしたいと思います。こんな感じで警備はねどこのホテル泊まっても厳重ですね。ということでちゃんとね読み取らないといけないんで、よし読み取りました。すごいこんな感じで今風のチャラい感じのねシティホテルですよね。マリオットブランドではあるんですけども、まあ、その軽い感じというか気軽にね誰でも泊まりやすいような感じですかね。結構みんな最近アロフト安いの泊まってる人多いんでね、まあ、私もちょっと便乗した形にはなるんですが、一応アロフトの大元は日本のホテルなんですよね。それをマリオットブランド、そしてまあ今世界展開してるという話を聞きましたが、どこまで本当かちょっと分かりませんけども、はい、まあ後で行ってみましょう。外のバーがあったりこっちもありますね、はい、おなんか結構チャラい感じがしていいですね。エレベーターの中もクラブみたいですね。今回5階の部屋です。おめっちゃ涼しい、まあ、今回一番安い部屋で、別に高層階でもスイートでも何でもなく平会員として予約しておりますので、それでもまあ結構景色いいですね。それで今回私は、5005ですね、5階の部屋ということで、ちょっと暗くて見えないかもしれませんが早速入ります。ということで部屋に入りました。あこんな感じになってるんだ、初めてですからね私アロフトは。テーブルもでかいですね、うん、なんかよくね宿泊のあれ見てるとこういったソファーがあったりとか、はいはい、十分です。ベッドでかいね、はい、今回キングサイズのベッドは指定しました。ツインよりもこっちでお願いしますっていう感じですね。ベランダとかそうバルコニーかそういったものはないですが、まあ、ちゃんとベッドサイドにはコンセントもあるし文句はないですね。この空間もすごい広いです。これ冷蔵庫があって、まあ、マリオット系列のホテル Wi-Fi 早いイメージがあるんで多分まだ調べてないですけど、はい、あとこれ洗面台でお水コーヒーもバッチリありますね。
ここは、あ、ちゃんとスリッパもあるね、クローゼットで、もちろんバスタブはないので安い部屋なんで、トイレとシャワーだけですね。正直もバスタブはほとんどつかないんで、私は大丈夫です、これで。全然ね、もう余裕です、私は。これ別に1週間ぐらいここでも構わないぐらいなんですが、思った以上にね、綺麗ですし、まあなんかね、斬新な感じですよね。で、しかも料金本当どこ泊まっても安いですよね、アルフトの場合はね。うん、バリ島でもあったんですよ。バリ島ももっと安かった、3900何円とかそういった日もありましたんで、一泊ですよ。まあ、朝食とかはついてないので、まあ、上級会員のステータス持ってる人は無料で食べれると思いますけども、まあ、私の場合ね、朝食食べたいなと思った時に、まあ、そんな大した金額じゃないんで、お金払って、まあ、1回食べるぐらいはやると思いますけど、まあ、毎日はちょっといらないかなっていう感じもするので、まあ、その辺もね、まあ、おいおいお届けしようと思いますが、まあ、このクオリティで、まあ、安心感もありますよね、マリオットだとね。うん、で、それで、まあ、今回5000円切ってますから4800円、ね。全然文句ないですね。日本のビジネスホテルよりも安いかもしれない。うん、いやこれはいいですね。まあ、もちろん街の中心なんで、ちょっと見えにくいかもしれないですけども、この辺高層ビルだらけで、まあ、お店もありますし、まあ、コンビニも近くにさっき見ましたんで、困らないと思います。あとグラブも全然使えますからね。まあ、今日はもう、ね、基本的にはもうホテルでゆっくりすると思うので、滞在がね、明日、基本的に明日明後日で終わりなんでね、どうしようか、予想以上にもちょっと時間かかっちゃったんで、ジャカルタに入るまでに、まあ、あとはアルコールシートですね、それ2枚置いてあるんですが、もう部屋にですね、案内とかそういった紙類、書類ですね、一切ないですね。もう全部スキャンイットアップって書いてあるんで、もう QR で自分で見てよっていう感じですね。正直いらないですもんね、あのテーブルがこうね邪魔になるだけなんで、もう全部これで私はいいと思います。うん、部屋のカードキーも結構おしゃれな感じですね。実際あのスマホでもうこのね、自分の持ってる iPhone でモバイルキーでもう使えるみたいなんで、それもさっきね通知が来てましたけど、まあ、カード一応2つくれてるんで、こっち使おうと思います。まあ、インドネシア来てからね、まあ、滞在してるホテルが今のところ全部マリオット系列っていう感じで来てるんですけど、あの入り口でね、セキュリティチェックが結構厳重に行われてて、で、このアロフトに入るときはね、なんか麻薬探知犬みたいな犬にね、あの全て荷物を嗅がせて、それから X 線通すみたいな感じで、あ、すごいなって思いましたね。まあ、マリオットの中でもこのホテルかなりランクは下だと思うんですが、そこまでやるんですね。あ、すごい警戒がすごくて、まあびっくりしましたけど、まあでも、まあそれだけやってくれれば安心という安心ですけど。まああとは部屋の天井にですね、矢印で方向が書いてあって、まあこれイスラムの人たちのためのあの礼拝の方向ですよね。すごいですね。街中に響いてます。コーランですよね。インドネシアはでも、ヒンドゥー教も多いんですよね。イスラム教の人が多いと思うんですけども。まあでもガチガチというよりも結構開かれてるというか、西側の文化も馴染んでますし、女性の人もね、普通に顔出して歩いてますし、まあなかなかミックスされてて、他のやっぱりアジア圏の雰囲気とはちょっと違うんですよね。でもジャカルタは結構やっぱ都会なので、人口約1000万人いますからね。で、かなりビルも多くて先進的なお店もいっぱいあるんで、やっぱジャカルタ結構魅力的ですね。それでホテルでちょっと休憩してたんですけど、その時にいろいろ調べてて、ホテルからね、500メートルぐらいの場所に PCR 検査センターあったんですよね。それでどうやら日本の帰国用に使えそうなんで、値段とかちょっと見てないんですけど、オンラインで予約したりクレジットカード使えるって書いてあったら、とりあえずちょっと行ってみようと思います。嫌なことは終わらせておいて、はっきりさせておいた方が気持ちが楽なんで、とりあえずちゃちゃっと受けちゃいましょうか。受けれればの話ですけど、多分できると思うんだよな。ダメだったら明日の朝まだ探すしかない。アロフトホテルの近くにパークハイアットホテルありますね。超高級ホテル。ちょうど駅の近くですね。ホテルから歩いて3分ぐらいの場所です。それで PCR 会場は先ほど言った駅の横ですね。パス、PASS という場所、医療機関なのかな。まあ、PCR 専門にやってる場所です。ということで PCR テスト終わりました。料金の方がですね、27万5000ルピア。なのでだいたい2000円ちょっと、2200円とかそれぐらいですね。空港で受けた
PCR と全く同じ値段でした。でなんか話によるとPCR をこう値段をね釣り上げて商売するのをちょっと禁止してるみたいな感じで料金を統一してるみたいです。その27万5000ルピアが統一された料金かはちょっと分かんないんですけども、かなりお手頃に受けることができました。あの鼻と口の中をやるやつで結構痛かったんですけども、スタッフの方もね英語が結構できたので僕よりも全然できるので、あの素早く対応してくれました。予約一切なしで急に思いついてね、あのホテルから歩いて来たんですけども受けることができて、で結果がね明日中もしくは明後日の午前中みたいな感じなんで、明後日のフライトなんですよね。そうだから多分余裕見て大丈夫だと思います。すごいね今帰宅ラッシュで通勤ラッシュじゃないか。そうあの会社終わった人たちが一斉に出てるからすごいわ。すごいですね、アロフトこんなことやってるんだ。生演奏バータイムやってますね。ここで軽食も食べれるのかな、カレーとかみんな食べてるけど、すごいおしゃれですね。なんか食事も意外に美味しそうですね。35K か。そんなや安くはない、まあ高くないか。こんな感じか。でコーヒーとかもこだわってて日によってなんかいろいろ違うみたいな。ちょっと外も見てみたいので行ってみましょうか。おーすごい。めっちゃおしゃれだ。こんな感じですね。あくつろぐにはめちゃくちゃいいかもしれない。ということでもう今日は疲れたんでグラブで今注文したこのタコベルですね。懐かしいね、はい、今日はちょっとタコスを食べようと思います。あ明日ねいろいろジャカルタの街を見ようと思ってるんで、まあ、バリ島ではマクドナルド食ったんで、まあ、今日はちょっとタコベルにしました。でやっぱりイスラムの人はね豚肉を食べないのでこのタコスとかも結構あれなんですよね、チキンとかビーフがメインじゃないですか。なんか人気みたいですね。はい、これでねだいたい1000円ぐらいドリンク付き で、まあ、一応説明すると、まあ、フレンチフライとタコスがこれ2個で1個なんですよね。でチキンタコスでビーフブリトーかな、はい、そんな感じですね、はい、でドリンクはスプライトです。いやもう今日本当にもう食事らしい食事を全く取ってなくて昼も食べてないのでラウンジとあとシュークリーム食べただけかな、うん、はい、じゃあちょっと食べようと思います。ストローがないな、まあいいや、はい、まあ、自分結構タコベルすごい好きなんですけどね、日本だと東京ドームのとこにあるイメージがありますけど、タコベルが一番最初にできたのはなんとね名古屋なんですよね。前も行ったかもしれないな、タコベル食べるときに名古屋に戻ってきてほしいな。うん、まあすごい結構でかいな、こんなでかかったっけすごい野菜がいっぱいでいい感じです。いただきます。うん、あーうまっ。おはようございます、翌日になりました。とりあえず今からですね朝ごはんを食べに行こうと思います。こんな感じですね、結構ガスってますけど天気は晴れてます。朝食はかなりいろいろありますね。奥ではヌードルとか卵も作ってくれますね。レストラン会場の中に多分修学旅行生の高校生かな、めちゃくちゃ大量におりまして、ちょっとかなり混んでるん でしかも料理も結構取り合いなので一旦これぐらいにしておきました。今卵料理は頼んだんですけどね、多分時間かかるってことだったんで、説明していたらオムレツが来ましたね、結構早く作ってくれました。でこれがチャプチェみたいな春雨の料理とチキンの煮込みと卵のやつです。これヌードルで白菜とかもやしが入ってるやつですか、味がちょっと分かんない、相当混んでます。あとこれスムージーとオレンジとコーヒー、これなんだろう、あ、うん、普通に美味しい、中華っぽいけど春雨ですね、まあ、朝食ビュッフェはまあ普通って感じですかね、そこまで豪華でもなく、
まあ、ある程度メニューがあってあれぐらいでいいような気がします。いろんなものがあっても結局全部食べれないので、はい、結構スタイリッシュな感じで良かったです。まあ、あとはこういった、ね、外での食べるスペースもあるし、一応プールもあるんですよね。プールもあって、で奥にはジムもあります。それではですね、今日一日はちょっと自分の行きたかったジャカルタ市内のいろんな場所をねちょっと見て回ろうと思います。まず最初にですね、まあ、昨日もちょっと行ったと思うんですが、ちょっと電車に乗ってみたいんですよね。そう、日本で使われてた通勤車両列車がですね、 JR とかで使ってたやつが使われてるということで、ちょうどこのホテルの近くに駅があるので、それでねちょっと乗ってみようかなと思います。その後インドネシアでも有名な、ね、グランドインドネシアっていうショッピングモール行ってみたりとか、ちょうどあとねこのホテルの近くにもモナスっていうね、あの大きな広場があったりするので、まあ、そういったところを見て回ろうと思います。それではこちらが駅ですね。ここからコタジャカルタという大きな駅の場所まで行ってみようかなと思います。これね、インドネシアの通勤列車はもう今切符がないんですよね。全部 IC とか日本のスイカみたいのを作らないといけないんで、ちょっと駅で作ります。それでこちらが駅ですね。どこであるんだろう、券売機。券売機、トップアップができる機械ですね。あと有人カウンターもあるんですが、で今早速もう作りました。これ日本のスイカみたいなやつなんですが、まあ、電車に乗るときに、ね、タッチで乗るために必要なんで買いました。でこの機械だとちょっとよくわかんなかったんで、カウンターで聞いてすごい親切に教えてくれました。カードプリーズで、作ることができます。このカード自体は3万ルピアで発行することができて、1万ルピアはもうチャージされた状態で渡されます。なんで2万ルピアかな。入れなかった、うまく。それで今からジャカルタコタ方面ですね。これ終着駅でめちゃくちゃでかい駅なんで、とりあえず最後まで乗ってみようと思います。すごい立派な駅ですね。日本の普通の駅よりも格段に気合い入った駅ですね。すごい、昔山手線で使ってたやつかな。ご飯204系。何の列車なんだろう。速動車もついてますね。すごい両数が長い。これも日本のやつですよね。鉄道マニアの人なら感動するシーンだと思います。私はわからないんですが、とにかく日本の列車だなっていうのはわかりますね。日本の地下鉄で使ってたやつかな。いい音ですね。めちゃくちゃ暑いわ今日は。すごい、30度ぐらいあるんじゃないかな。まあ、汗がダラダラ出てきますね。来ました、これに乗ります。座席なんですけど、昔のね日本の車両なんで、もうすごい座り心地がいいです。ふかふか、ここもふかふかですし、これだったらお尻痛くならないですね。外国の列車だと本当にもうプラスチックの座席で痛いんですけどね、座り心地もめちゃくちゃいいです。エアコンもすごい効いてる。到着ですね。かなり大きい駅ですね。
すごいな、すごい、ホームがめちゃくちゃ細い、段差もすごいあるしすごいな、これ日本の、ね、旧型車両が好きな鉄道マニアの方々はもうめちゃくちゃ喜びますね、これね。若干駅が、ね、昔の日本の駅みたいですね、雰囲気が全部が元 JR の車両ですね。これはすごいいい絵ですね。よかった、あのジャカルタに見に来た甲斐がありました。ジャカルタコタ駅すごいですね、ヨーロッパの駅みたい、めちゃくちゃ広い。ジャカルタで活躍する日本のね、元車両、電車ですね、まあ、乗ってみました。楽しかったですねこれね、ジャカルタに来たら試した方がいいですね。ああ今ではもう日本では乗ることができない、一応レア車両なのかな。ああ いい経験ができました。それで次なんですが、まだまだ時間ありますんで、あのモナスですか、さっきね電車乗ってる時にちょろっと見えたんだけど、あの独立記念の塔があったりとか、まあ、あの辺写真スポットなんでちょっと行こうと思います。今モナスに向けて歩いております。もう右側の敷地がそうですね、めちゃくちゃ広い広場でんで、それで今午前中の10時43分なんですが、なんとねもう PCR の結果、昨日の夜受けたやつもう来まして、もうこれで安心しました。ネガティブでした。ちゃんと RT-PCR でパスポート番号も書いてあったんで、これでもう完璧ですね。ということでモナス到着したんですけど、ちょっと残念なお知らせですね、ここの中入れないらしいです。とりあえずね、なんでクローズしてるかは聞いてないけど、よく分かんなかったけど、あの今日ももう明日も全然入れないよって言われちゃいました。もしかして閉まってるもんなのかな、みんな写真撮ってるイメージあったんですが、まあ、残念ですね、まあ、うっすら見えますよね、はい、まあ、これで我慢するしかないな、まあそこにも立派な建物あるんですけど、あそこも多分近づけないんだよね、遠目で見るだけですね。一応門のところから写真を撮っていいよと言われましたけど、入れないんであんまねちょっと見えないですもんね。あれめちゃくちゃ高い塔なんですよね、インドネシアの独立の記念の塔なんですけども、中が国定公園みたいになっててすごい広くて、ハノイのホーチミン広場みたいな、そんなイメージだったんですが、ちょっとね Google マップだとね入れるって書いてあったんですけどね、営業中だったんで、いやー残念、まあこういうこともあるでしょう。まあモナスはねこんな感じでちょっとがっかりな結果なんですが、とりあえず今からね、まあ、インドネシアといえば超巨大ショッピングモールというのも有名でして、まあ、日本に、ね、存在しているショッピングモールなんかよりもはるかに広いということ で一番有名なのがグランドインドネシアっていうところかな、ホテルの近くにあるんですけども、とそちらに今から適当にタクシーかバイタク捕まえて行ってみようかと思います。Ketika datang bulan suci Ramadan, bertobatlah kalian, wahai para yaitu dalam segala aspek kehidupan, baik dari segi hukum, politik, ekonomi, termasuk pemerintahan dan negara lain.ということで到着しましたグランドインドネシア、東館と西館があるめちゃくちゃ巨大なショッピングモールです。これ東館から入りましょう。ということでセキュリティを抜けて入りました。結構広い、綺麗、涼しい。おーすごいね、広いわ、開放感がすごい。まあ売ってるものはね正直どこの国でも一緒なんだけど、レストランとかあるのかな、ちょっ
散策します。できればカフェで休憩したり、ちょっとランチを食べてからホテルに帰りたいですね。まあ、思ったのはインドネシアはすごい日本車の数が多いですね。ほぼ 100% 日本車ですね。これボクシーの新型が飾ってありますが、ちょうど目の前には日本の西武百貨店のブースがありますね。まあ、この辺があれなのかな、全部西武がやってるのかな。ということでフードコートに来ました。お、すごいすごいものを見つけた。見てください、インドネシアジャカルタには焼肉ライクがあります。あ、海外で初めて見たな、焼肉ライク。まあ、100g 少ないけど、それだったらめっちゃ安いな。 300g だと、あ、どうだろう、これ1,500〜1,600円って感じかな、日本円だと。めちゃくちゃ安いわけではないか。まあ、日本で食べればいい話ですもんね、はっきり言えばね。あとはラーメン屋さんとか、日本のおでんとか天ぷら。あ、うまそうだな。皆さんすいません、とんでもないものを見つけました。スガキ屋です。これ食べないわけにはいかないでしょう。スガキ屋インドネシアだ。オリジナルメニューもありますね。辛い混ぜそば、鶏丼、どれにしよう。いや、海外でスガキ屋を食べるのは初めてですね。すごい、スガキ屋名古屋ズラーメンって書いてあります。今ね、注文をもうしましたんで。ということで、まさかのインドネシアでスガキ屋ですね。まあ器とか日本から持ってきてるそのままなんですが、ちょっとスープはね、なんか若干濃いような気がするな。匂いは完全にスガキ屋ですね。あと緑茶とこのソフトクリームぜんざい、これはセットのやつですね。おそらく史上初じゃないかな、 YouTube 旅行系 YouTuber で海外でスガキ屋を食べる動画を出す人は。まあ愛知県民としては良かったです。これ食べないわけにはいかないんで、いただきます。まあ美味しい、普通に冷たいお茶だ。まずはスープから。スガキ屋の味だ、ちゃんとスガキ屋の味がします。うん、美味しい。ちょっとね、ぬるいね。でもね、チャーシューはね、豚じゃなくて鶏肉ですね。やっぱイスラムのあれがあるから豚肉使えないんですね。いただきます。インドネシアのスガキ屋にはキクラゲが入ってますね。うん、その代わりメンマが入ってない。食べ終わった後に気づいたんですけど、まあ、イスラムの人たちはやっぱ豚肉食べれないからチャーシューが鶏肉って言ったじゃないですか。これスガキ屋って和風豚骨なんですよね。スープも豚の豚骨スープが入ってるはずなんですよね。和風なんで、まあ、魚とか入ってるとは思うんだけど、でも味はね、あの今回ほぼスガキ屋の味なんですよね、しっかりと。それでと豚を使わず作ってるんですかね。そういうことですよね、きっとね。鶏の出汁とか使ってるのかな。謎が深まりました。でも美味しかったです。まあでもちゃんとね、宗教上食べれない人も食べれるようになってるんで、そういうことでしょうね。まあスガキ屋といえばあとソフトクリームなんで、これもね、うまいですからね。いただきます。うん、あ、ソフトクリームもちゃんとスガキ屋の味だ。うん、そのままの味がする。ソフトクリームの方が完成度高いね。まあうまいうまい。とにかく広いわ、何でもありますね。吉野家もありました。吉野家、一風堂、その奥がペッパーランチですね。日本食の力ってすごいですね。超巨大ショッピングモールの中のフードコート半分以上日本食です。いいですね、ジャパニーズナンバーワンビーフボール。豚肉じゃないから喜ばれるんだね。もうあとはしゃぶしゃぶの店とか、もう見る店全部日本食なんで、ちょっとインパクトがもうなくなってきたな。それで今カフェに入ったんですが、このカフェなんとね、シャトレーゼです。日本のシャトレーゼがこのモールに入ってまして、でさらに奥には銀だこと、あととんかつ屋さんもありますね。でこのミルクティーは違うお店ですけどね。はい、今このミルクアイスミルクティーノンシュガーと、こちらのミルクレープシャトレーゼの、はい、買いました。この2つで10万ルピアいってないぐらいなんで、800円ぐらい、800円いってないぐらいかな。
まあ日本でカフェするよりも多少安いかなっていうぐらいですね。まあ、ジャカルタがここまで日本のお店だらけだとは予想しなかったですね。スガキ屋も事前に知ってたわけじゃなくて本当に適当に探してたらあったんですごくびっくりしました。まあ動画的にはいいなと思いましたけどね。これすごいでかくてめっちゃうまいわ。シャトレーゼのケーキはこっちで作ってるわけじゃないみたいですね。基本的にはなんか日本直輸入って書いてあるので、ってことはこれ、まあ日本で買った方が安いし、日本のものをそのまま食べてるだけなんで、あれなんですけど、まさかシャトレーゼを食べるとは思わなかった。スガキ屋もそうだけど。とりあえず一番下のフードホールというところでお土産をちょろっと買いました。もうこれにて、ジャカルタの観光終わりですね。もう時間も夕方ぐらいになってきましたんで。この辺すごいですよ。パークハイアットホテルとか、あとは何があったっけな、まあ、高級ホテル、ほとんどあります。この辺に泊まれば近くにこういうね大きなモールとかがあっていいのかもしれませんけど、高級ホテルがすごい多いね、インドネシアね。すごく痛感しました今回。あと料金も安いので、よかったらジャカルタでね、あの高級ホテル巡りをされるのは楽しいかもしれません。私の泊まってる今のアロフト結構いいのでおすすめなんですけどね、安いですし。やばいやばいやばい、いや初めてだな今男にね囲まれて、多分財布取られたな。ちょっと今テンパってます。やばいやばい、ガチでやばいやつ。ちょっともうホテル早く戻ろう。目の前なのにな、ホテルの。めちゃくちゃ怖い思いを今、はい、しまして、昼間なんですけどね、まあ、全然明るいんですけど、先ほどグランドインドネシアというねショッピングモールにいて、でも今ホテルに戻ってきたんですけど、ホテル数十メートル手前ぐらいでね、おじさん2人が話しかけてきて、あのジャパニーズみたいなことを聞いてきたんで、ちょっと警戒はしてたんですけど、そしたらもう一人ね仲間がいたみたいな、3人で来て、で僕のねリュックに手をこう入れようとしてたんですよね。だからもう、あ、これやばいなと思って振り切ったんですが、もうちょっとそれ気づいたな、多分ちょっと遅くて、財布をね、あのリュックの中に入れてた、あのちっちゃい一番ねお金の入ってない財布をちょっと取られてしまいました。うん、もう雰囲気的に分かったんで、ああいうね街でいきなり話しかけてくるパターンは大体もう自分無視するんですけども、道塞がれたんで、あのどいてくれっていうのを言ってて、でそしたらなんかジャパニーズどうのこうって長いこと言ってたんで、パッと後ろ見たらリュックね、あのチャック開けて、あの手入れてたんで、めちゃくちゃあの切れてですね、大声であの言ったんですけども、もうその時に多分1個取られてたんですね。あのもう今取られた方の財布はね、幸いにもね30万ルピアぐらいしか入ってない、なんで2400円とか2500円ぐらいしか入ってないのと、クレジットカードとか大事なものは全く入れてなくて、あの一応3つ持ってて、こっちにあのカードとかあの大きいお金は入れてて、で一番大事な財布はもう外に持ってかないようにしてるので、あのカードとかねそういったものは、うん、まあ良かったけど、最後の最後でこれかと思いましたね。昼間だしね、ちょっとまあ警戒はいつも してるというか、うん、あのまあ、男一人だし、まあ、自分ねあの体格もいいですし、うん、一応ねそういう武術もやってたんで、うん、銃とかナイフ突きつけられたらちょっとねやばいけど、うん、戦える準備は整えてるんですけど、まさかねあんなにあの巧妙にこう寄ってくるとは思わなかったな。しかもホテルの目の前ですからね。で、まあ、インドネシア特にバリ島は治安が悪いよっていうよく話をね、あの皆さん結構してくれるんですけど、まあ、行ってみた感想としてはそんなに感じなかったんですよね。あとフィリピンもそんなに感じなかった。でジャカルタはもう未知数だったんですよね。でこんだけ発展してるし街も結構綺麗だしと思ったけど、昼間からやっぱりあるんだなっていうのを、あのね多分女性の人とか本当気をつけた方がいいかもしれないですね。自分アメリカとかヨーロッパでもこんなことなかったのに、今いきなりですからね。バイクで降りた瞬間に、まあ、ホテルこれ外資系のホテル泊まる人は外国人多いですからね、そういうのも待ってるのかな。そう、あの猛ダッシュでしかもあの3人ともあのね散らばって逃げてったんで、あのホテルのね前にあの番犬をねこう縄でね縛ってあのガードマンが3人ぐらいいるんですよね。その人のそこを通過しないとこの敷地内入れないようになってるぐらいめちゃくちゃ厳重なんですけど、その人もねちょっと多分見えてたと思うんだけど、なんか戻ってきた時に大丈夫みたいなことを言われて、財布取られたって言ったらもうしょうがないそれみたいな感じ。まあ警備員の人は笑ってましたけど、まあこの敷地外の話ですからね。
まあでも警察に言うほどでもないような気がするし、うん、本当にあの100均で買ったようなね、あのどうでもいいような財布で現金お札がね3枚だけ30万ルピア入ってるだけのやつだったんで、まあまあしょうがないか。あ、でもちょっとなんか自分的にはあの、まあ、もちろんね動画撮れなかったの悔しいんですけど、うん、あのそれどころじゃないもんね、カメラも全然回してなかったし。いやでもこういう経験をしたということをね、ちょっと皆さんにシェアしたいと思います。ジャカルタはそこまでね、あの治安がもしかしたら良くないかもしれない。他の東南アジアに比べたら昼までこんなこと起きると思わんかったもんな。いやびっくりした。 あとあれもなくなりました。あの今日ね買った電車に乗るときに作ったスイカみたいなやつね、あれまだチャージして半分ぐらい残ってたんだけど、あれもあの財布の中に入ってたんで、そうあれ多分ねキャッシュバックすれば2万ルピアくらいのお金にはなると思うんで、その辺もあれかな、あいつらの手に渡ってしまいましたけど、せっかくいい印象のねインドネシアだったんですけどね、最後こういうことあると、まあ全ての人はそうではないし、比較的ねあの人々はすごく優しいイメージが僕あったんですよね。他の国の人たちも優しいけど、インドネシアの人たちは結構丁寧だなっていう、そうあの感じしたんですよね。あの少なくとも接客とかに関してはニコニコしてるし、あの一生懸命ね、あの英語が結構通じるっていうのがあるんで、英語でなんとか説明してね、あのこうあまりぼったくろうっていうのがないのかなと思ったんですが、ところがどっこいですね。いやー一生忘れないっすわこれは。今までいろんな国行きましたけど初めてだもんな、財布取られるってね最近ちょっとやばいな。この前も伊勢神宮でカメラね忘れたし、あれは自分が悪いんだけど、ちょっとなんかトラブルが続いてるな。ということで、まあ今言った通りね、外でまあ一悶着あったんですよね。だからもう汗だくで、もうほらまたね、あの潮吹いてるぐらいちょっと汗かいてるんですが、まあこれでインドネシアの滞在っていうのが終わりになります。バリ島で2日間、でジャカルタで2日間のね、まあ計4日間滞在しまして、まあ事実上ジャカルタに関しては1日ぐらいしか自由時間というのはあんまなかったんですが、まあね、ちょっと最後ああいう風になっちゃったんで、もう話がね飛んじゃったんですけども、基本的にはあの今かなり発展途中で、で今年には G20 があったりとか、あの日本のねあの中古の列車が大活躍してたりとか、日本の文化もいっぱいあったりとか、すごいね、あのあともちろん宗教的にもそうね、イスラム教が9割の国民の国なので、やっぱり夕方になればねコーランがあの聞こえたりとか、でもイスラム教ガチガチじゃなくて西洋の文化とかねめちゃくちゃ取り入れてて、女性にも結構ね、あの女性の方も自由に動いてたりとかしててね、こう他のタイ、ベトナムとかに比べると、うん、あの空気感がだいぶ違うというか、あの別に変な意味じゃないですけどね、うん、平和なんですけども、うん、これからどんどん発展していくようなパワーを感じるような国ではありますね。もうちょっと時間があればね、自分もそのインドネシアから今度船でねシンガポール行って、でインドネシアのその、シンガポールの国境のところに名古屋という場所があるんですよね。そこにもいつか行ってみようかなっていうふうに思ってて、まあ別に日本の名古屋のねあの街があるわけじゃなくて名古屋という地名の場所があるだけなんですけどね。はい、あのこれ言っちゃうと他の人がもうやるかもしれないけど、はい、それも結構興味あったんですが、ちょっと時間的に厳しいですし、またシンガポール入るのにまた手続きしないといけないとかあるので、うん、まあ、今後ね緩和されていく中でタイミングを見ていければなというふうに思っております。それで今回の動画の最後にお知らせなんですけども、次回割と大事な発表をちょっとしようと思っておりまして、まあ、その発表についてはですね、次回の動画でしっかりとあの説明したいと思いますので、まあ、今回この動画はここまでということで、ちょっとちょろっとね、告知だけしておきたいと思います。引き続き見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。以上、スーチャンネルスでした。バイバイ。